おはようございます。ここは横浜駅です。今日は寝台特急に乗るのね。正解です。それってもう朝じゃないですか。しかも横浜から東京なので乗車時間は23分しかないです。というわけで6時45分の突破前、例の電車がやってきました。これがその例の列車ね。大きな車両ですね。やってきましたのは280系。こんな大きな車両が通勤ラッシュの時にやってくるんですね。まだ6時台の通勤ラッシュの時間帯ではありませんか。それなりには混んでますね。初めて見る人はびっくりしちゃいそうね。にしても夜遅くから、遥か遠くからこんな立派な車両が。サンライズの名に恥じない風格を持っていますよね。そろそろ止まりますかね。横浜から東京までの乗車って。早速乗り込んだはいいのですが、乗る号車を大胆に間違えてしまいました。予習不足が過ぎるわ。一番スタンダードな部屋であるシングルが備わった号車はこんな風に、1階と2階、通路の左右に部屋があるのが特徴です。上品な車内ですね。ですが乗る号車はもっと先なのでスルー。大胆に間違えたおかげで連結部を渡ることができます。なさらい天秤でつくとなすですね。ちなみに8号車分くらい移動しました。そういうのはただの後っていうのよ。しょうがないだろ、横浜駅に乗り口案内なかったんだし。ていうかまず横浜駅から東京駅までサンライズ号に乗る人なんて。あ、ロビーだ。この辺で塩酸を飲んでくつろぐこともできるってわけね。頼むから人間が飲めるものを具体例に挙げてください。ところでここは何号車かと言いますと。9号車ですか。そこにあるのね。最高クラスの部屋のシングルデラックスと2人で使えるサンライズクイーンを向けていく。そろそろ着かないの？この次の号車です。ごめん。ここです。全然個室じゃない空間じゃないの。しかし寝っ転がれるという何物にも変えられぬ快適性はこの空間にも存在します。座席はどこだったかのう？この辺ですね。ここかしら。ここですね。とっととライブするわよ。わかった。だいぶ平日なので車内はさほど混んでません。にしてもプライベートな空間って感じはまるで皆無ね。一応頭を置いておくところには簡易的な仕切りはあります。それならちょっと安心ですね。一角にはスイッチとコップみたいなものが。本当にそれはコップなの？普通にコップでしたね。紙コップかわいいですね。もっと目で中身を言っているんですか。それよりこのスイッチは何ですか。これは察するに明かりの調整だと思います。足の小指で押しなさい。人差し指で押しますね。明らかに暗くなりましたね。読書灯も消せば快適に眠ることができます。そこはさすが寝台列車ね。車窓ですが、さすが横浜近辺。線路が何本も並んでいます。都会的な街並み、いいじゃないの。そして見てください、なんか布がありますよ。人の心を失った表現ね。これは何ですか。これは脱皮した枕ですね。枕カバーって言わないあたり人の心を失ってるわ。とりあえずこれはここだろうな。そこに置くのが無難よね。もう一枚何かありましたよね。これね、これは床に敷くか体にかぶるかのどっちかでしょうね。床に敷くって発想、あなたサイコパスなの？床が硬いんだからこういう発想があってもいいだろ。実際に敷いている人も少なくないですが、私はこんな風に体にかぶせて安心感を得ます。で、おやすみなさい。で、実際に眠れるほどの時間はあるの？あと17分ほどで降りなきゃいけません。昼寝もできるか微妙ですね。ですが念のためブラインドは閉めておきます。あ、ここには一応冷房の吹き出し口があります。いつ見ても可愛いです。さっきプライベートな空間じゃないと言いましたが、一応カーテンはあります。ああ、それはあるんですね。もうちょっと丁寧に閉めなさいよ。ごめん。人の心を確実に失ってるわ。でも客と客の寝るスペースの間にはカーテンがないんですね。それっぽい設備はあるんですけど、カーテンはやっぱりないですね。あの川崎駅も飛ばしていきます。特急らしい走りを見せてくれるじゃないの。そうなんすよ、もうね、最高。今つかみがしてますよ。しかしこの川崎駅通過はもうすぐ多摩川を渡って都内に入るということも示唆している。はい、あっという間に多摩川を渡ります。東京ももうすぐですね。暇じゃないのですが、ちょっと探検しようと思います。トイレを見てみましょう。別に綺麗ではないけど、いろいろ設備はちゃんとあるわね。はい。シャワー？シャワー室です。
ここは A 個室の人専用ですが、そうでない人が使用できるシャワー室もあります。ちなみに私はタオルを持ってきていないのでシャワーの洗礼は受けません。帰ってきました。こんな風に寝ながら車窓を眺めることもできる。通勤時間帯にこういうことができる。なんて贅沢なのでしょう。時刻はいよいよ7時になりました。寝台特急で7時を迎える。人生で一度はやってみたかったことです。電車に乗るために早起きするっていう精神。寝台列車って俺寝ながら移動しているっていう環境になるので最高ですよね。まあこの雰囲気はいいですよね。もう降りる5分ほど前になったのでお片付けです。滞在時間が短すぎるわ。もっと下り方面から乗ることができなかったのですか。横浜の一つ手前の駅が熱海5時43分着。無理です。名残惜しいですがお別れです。一番下のグレードのくせにまあまあ良い雰囲気だったわね。では最後にロビーに行ってサンライズを締めくくりましょうか。その前にシングルというスタンダードな部屋を求めに見ておきます。普通に居心地良さそうじゃない。コンセントもついています。それなら快適な移動が保証できそうですね。標準的ながら申し分ないわね。トイレット、トイレット、洗面所、洗面所。東海道新幹線と並走するようになりました。いよいよクライマックスね。どんどん近づいてますね。いや、並走みたいな感じになるわね。そしてもう間もなく東京駅に到着というわけです。車内の案内がありました。あんたが長いこと歩いたのはこれを把握できてなかったせいね。車内として変身タイプを着てゲッタの感謝されました。またいつか乗ります。宣言実行しなさいよ。もちろん、いつか絶対マジで本気でね。せっかくなので最後はロビーでくつろぎましょう。つまり心地は良くなさそうだけど味があるスペースね。ついでに幕回しを見ましょう。寝台列車が昼に運行するとは思えないから、これは回送列車になるのかしら。そうそう、回送になるよ。でもお昼寝特急アフタヌーン〇〇とかはあってもいいと思うんです。漏れなく願望を垂れ流してますね。いやだってそんな特急があったら取れない。というわけで JR さんお願い。モハネ285-209。今更だけど今回かかった料金が気になるわ。ですね、横浜から東京までの運賃が IC カードで473円、そしてサンライズの指定席特急券が1050円、トータルで1523円ですね。ですが寝ながら通勤通学できるという最高の時を味わうことができるのです。通勤通学でそれに課金したいと思う人はどれだけいるのかしら。一定数いそうですよね。あとサンライズのこのロゴ好き。本日は横浜から東京までサンライズ号に乗ったという動画でした。通勤通学したい人にはおすすめですね。何人が実践するかはわからないけどね。というわけでご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てくださいね。